速稼塾の久保です。今回ね、ポストを開けてみると、この通販のカタログが入ってました。私これ好きなんですよね、こういう通販のカタログ。ついつい買っちゃうんですけども、今日お見せするのはハピネスクラブというね、テレビでもおなじみらしいです。で、テレビで見て、あ、いいなと思ったら、私の場合は検索をして、で、こちらの方でね、購入するわけなんですけども、ついにね、カタログが届くようになりました。じゃあ今日はね、こちらを皆さんと一緒に見ていこうかなと思います。まあ、商品買ってないのに商品レビューということでね、参考になれば幸いです。それではどうぞ。はい、YouTuber をされる中で、商品を買って、その商品を紹介する商品レビューの YouTuber さんっていらっしゃるじゃないですか。でもあれって商品一つ一つ買わないといけないでしょ。でもね、私はね、買わなくてもレビューする、そんなね、カタログレビュー YouTuber をちょっとね、考えてるんですよ。例えばこの素敵通販ってやつですけどもね、見てみますよ。この、光ってて申し訳ないですけども、この焼肉があるじゃないですか。これがね、9073円で売ってるんですよね。まあ、ホームセンターとか行っても同じような値段だと思いますけども、通販ならではの、まあ、お得な特典があると思うんですよね。それからこれ、フットケアですね。足がなんかこう軽くなるやつ、ふくらはぎとか、ちょっとね、立ち仕事された方にはいいんじゃないかなと思います。で、これはすでに買ったんですけども、毛布ですよね。これね、電気毛布じゃないんですけども、ものすごくね、あったかいんですよ。だからこの時期すごくいいですよ。そんな高くないですね。5000円ぐらいだったと思いますしね。で、これはお風呂の掃除機なんですけども、はっきり言ってこのタイプのお風呂がない家庭では買ってもしょうがないんで、まあ、うちはこれはいらないかなと思っております。まあ、いろんなものがありますよね。これ見てるだけでも楽しいんですよね。で、楽しくて見てるとついつい買ってしまうんですよ。まあ、ベルギー製の絨毯ですかね。これも私買いましたけども、でかいの買ったらね、3万とか4万とかするんですよ。まあ、でも毎日毎日使うもんですから、例えばね、3万5千円のベルギー絨毯買うとするじゃないですか。1年間で1日100円の利用料って考えたら、まあ、そんなに高くないかなっていうふうに自分を納得させますね。こういうのね、台所用の。それから、こうやって足拭きマット、玄関のやつですよね。で、結構便利なのがね、これなんですよ。この、玄関に置く足台。玄関の段差って、結構あるじゃないですか。10センチとか15センチとか。あれをね、一段こういうふうに薄っぺらくすると、ここに足を乗せて、よっからちょっと上がれるんで、まあ、ちょっとね、膝が悪くされた方とか、下半身ちょっと弱くなっちゃった方っていうのは、これがあるとすごく便利で、しかも下に、こうやって靴を置くこともできるんですよね。ものすごくね、座って靴を履くときとかも楽です。ね。まあ、仏壇とかあるんだ。仏壇はちょっといらないな。仏壇最近置くところもないですしね。仏壇を置くスペースを最初から家に、設置して、そういうスペースがあるんですけども、まあ、うちはありますけどもね、まあ、仏壇置かないかな。でもな、これね、椅子バケット回転チェア1万2800円。これなんか楽そうですよね。なんかね、レースする人の車のシートみたいな。他にもこうね、ゆったりとした椅子が結構あると。あ、これもなかなかいいんじゃないですか。光っててね、ちょっと見にくいところがありますけどもね。これはいらないかな、でもね。これカバーですか。ちょっとあまり面白くないね、椅子ばっかりで。なんかいいのないかな。ペットとか子供用のやつね。私が見たいのはね、こういうんじゃないんですよ。あ、健康器具か。一切ダメ、健康なの。私に合わなかったやつね。布団だ。J コスメの布団、なんか全然来ないな。20万もしたのに。2脚頼んだんですけどね。40万円分がパーですよ。お、チャーリー。三輪車みたいな。買い物に便利な三輪車ですね。この辺もね、ちょっと年を重ねてくると、こういうのが散歩にいいですよね。こういうのとかね。この椅子のやつもいいですね。途中で座れるやつ。これ楽そうじゃないですか、こういうのって。でもまあ、これなんかね、もうちょっと、こう、若者向けの色がないかなと思いますよね。車椅子。19,800円だそうです。あ、その他ね、脚立とかか。まあ、ちょっとこうしてみるとね、なんかこの、お年寄り向けっていうんですか。ちょっと私が使いたいものはないな。まあ、ハピネスクラブっていうのは大体、年代層が、ちょっとね、若干シニアというか、60代
70代80代の方に向いてるやつなのかなと思っちゃいます、というところで今日はこんなんかな、という感じでね、カタログはこんな気持ちで見ています。買わないだろうかなと思ってもこうやって時間をかけてじっくりと見ちゃうんですよね。見るとあこういうのがあったらいいよねみたいなので、ちょっと基礎データが頭に入ると、でこういったものを前提で、いろんな商品検索すると、さらに考え方の幅が広がってね、ぶっちゃけ素敵通販ここね安いかって言われると、やっぱりインターネットでいろいろ検索できる方の方が絶対安いのを見つけられます。それこそ1割とかね2割とか変わってきます。だから割高なんですよここは。テレビもやってますしね、広告料だいぶ使ってますし、それからやっぱり深夜向けの商品っていうのはインターネットで比較しないだろうっていう前提でちょっとまあ吹っかけてきてるところあると私は思うんですよね。もちろん私の見方ですよ、ですのでここで買うと結構ね、割高になりますけども、でも他で安いものを知らない人っていうのは別に高いとは感じさせないようなね演出とか便利さっていうのが入ってますんで、ハピネスクラブ十分利用できると思いますよ。それでは失礼します。